末松信介は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、文部科学大臣、教育再生担当大臣。自由民主党参議院国会対策委員長、国土交通副大臣、内閣府副大臣、復興副大臣、財務大臣政務官、参議院議員運営委員長、外交防衛委員長、行政監視委員長、自由民主党幹事長代理。 兵庫県議会副議長、兵庫県議会議員、自民党兵庫県連会長などを務めた。兵庫県神戸市西区生まれ。神戸大学附属赤市中学校、三田学園高等学校、関西学院大学法学部卒業。大学卒業後、全日本空輸に入社。1983年、兵庫県議会議員に初当選した。1987年、 1991年に再選。1993年、県議を3期目の任期途中で辞職し、第40回衆議院議員総選挙に保守系、部所属で、旧票後1区から出馬したが、得票数8位で落選した。1995年、県議に返り咲き、1996年に、第104代兵庫県議会副議長に選出された。 2001年より自由民主党兵庫県連政務調査会長2003年より同幹事長2004年第20回参議院議員通常選挙に自民党公認で兵庫県選挙区から出馬し民主党新人の水岡俊一に次ぐ得票数2で当選した2008年福田康夫改造内閣で財務大臣政務官に任命され 麻生内閣まで務めた。2009年より自民党兵庫県連会長。2010年の第22回参議院議員通常、選挙では自民党公認で兵庫県選挙区から出馬し、民主党現職の水、岡俊一を上回る69万票余りを獲得して再選。同年10月より参議院行政監視委員長。2013年、 参議院外交防衛委員長に就任。2014年より、党幹事長代理。2016年の第24回参議院議員、通常選挙では、定数が2から3に増員された兵庫県選挙区から、自民党公認で出馬。この選挙では、公明党が24年ぶりに、候補者を擁立し、大阪維新の会も、 候補擁立し自民党支持層の取り込みを図って、いたが、得票数トップで再選を果たし、公明党新人の伊藤隆江、大阪維新の会新人の片山大輔が、いずれも当選した。同年8月、第3次安倍第2次改造内閣で、国土交通副大臣、内閣府副大臣並びに復興副大臣に、任命され、3つの省庁の副大臣を兼務した。 2021年10月4日、岸田内閣で文部科学大臣として初入閣。抹消は文部科学行政の経験が浅く、畑違いの起用であった。そのため、岸田から電話で指名された際、驚きと同様のあまり、思わず、私は末松信介ですよ。と、大声で思いっきり聞き返してしまったと同時に、希望を持ち感激したという。なお、 入閣に伴い、同年10月6日に自民党兵庫県連会長を退任し、公認の県連会長に西村康都氏がついた。末将は、同年7月の兵庫県知事選挙をめぐり、県連所属議員らの対応が割れた責任を取り辞任した谷光一の公認として8月に県連会長に就任したばかりで、わずか2ヶ月での交代であった。ありがとうございます。